午前9時に道庁に入った鈴木直道新知事は、集まったおよそ400人の職員から拍手で歓迎を受けました。鈴木新知事はエレベーターを使わず階段を上がって3階の知事室へ入り、早速知事の椅子に腰を下ろしました。いよいよ始まるぞっていう、こう感じですね。市長の椅子と比べると、まあ少なくともこれ穴開いてなさそうなんで今入ったんですか。もうここにもう穴だらけだったんですね。鈴木新知事はその後職員を前に、新たなアイデアは難しい状況を打開しようとするからこそ生まれると述べ、ピンチをチャンスに変える道政の実現を訴えました。